はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回から高校受験対策の新しいシリーズが始まっていきます。ズバリタイトルが難解死種です。これは今まで通ってた死種と、まあ、趣旨はあまり変わりません。受験本番で絶対に落とすなよっていう問題をね、詰め込んでるわけなんですが、えー、目指してるところが高いところ、つまり難しい私立高校とかで、その中でも死種と自分が思った、落としちゃいけないよっていう問題をピックアップしてます。 つまりイメージとしては、死種なんだけど、レベルが高めです。っていうのをやっていきますので、ぜひね、これからも愛用していただければ嬉しいです。で、今回最初ということで、この8問取り上げていきますので、まず1回ね、動画止めていただいて、時間を計りながら、ぜひね、チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、わかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解説やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 ちなみにこれ初見の方もいると思うので右上に書いてある丸○ 6分15秒っていうのが自分がねあのガチで解いた時の問題あー問題じゃない時間になりますただね問題ピックアップしてる分ちょっと初見じゃないからずるいんだよねあみんなよりはタイム早く解けなきゃいけないなと思いながらガチで解いたやつなんで、まあ、よかったら時間を気にしながらみんなも解いてみてくださいさあ行こうかボリュームがあるんだよね ちょっと板書の関係で1問がねその板書量が多くなっちゃうんで問題数追えないんですけど、まあ、今回いきましょう。でこのタイプの問題まあまあまあ <laughs> ここの指数まず気にしつつ自分割り算掛け算一気に解いてしまうので一気にやりますね。まあ、こんな感じでやってまずこいつは普通に上に乗るので 9x4 乗 y の3乗。 で、こいつなんですけど、ま、参照することによって全部、ま、当然参乗すると。で、ここはプラスなんですよね。で、ここもプラスなんですけど、こいつ、参乗するとマイナスが出てくるので、プラスかけるマイナスかけるプラスっていうことで、答えマイナスなんですよね。こうやって書いておく、先に。で、実際書いた濃度もちょっと見せますね、後で。自分の書き方のちょっと、あの、こだわりというか、ルールがあって。で、これは、ま、参照すると125分の27。ただ、ひっくり返るので、 えー、27が下に来て125が上に来るで3乗 x も3乗 y は6乗になってそれもひっくり返るから x の3乗と y の6乗これをね、えっと、逆数にしたのがここに来るとで掛け算なのでこれはそのまま y の3乗が上で、えー、かける10が下とあとは丁寧に約分ですね、えー、27と9で1と39でやるとね で残ったやつには丸をつけておきますで Y が3乗6乗で6乗で全部消えるんだよねで X が3乗使って X が1個残りますで10と125は5で約分すると2と、えー、25なので残ったのがこいつも含めてこうかなだからまとめるとマイナス6分の 25X となってこれで終了となります ちなみにですねあのこのタイプの問題実際受験本番解くきにすごいちっちゃい文字で書かないようにしてくださいまあみんながねいや俺ちっちゃい文字のこだわりなんでって言うんだったら別にあの強制はしないんですけどちょっと見せますねこれ実際解いたやつ見えるかなこんな感じです汚くてごめんあの同じだと思うんですけどそのマイナスをね最後書き忘れたやつのが非常にもったいないんで丸をつけるこれ先に書きます マイナスって分かってる時に最後書き忘れないように丸をつけておく。で、約分もしながら残ったやつに丸をつけて、そのごちゃごちゃするからさ、この X なんて書いておかないと見落とす可能性がある。だからそうならないように残ったものに丸をつけながらやる。そして狭いスペースでちっちゃく書くんじゃなくて、できる限り広いところを使って余白で書いていくっていうのを意識すると、変なミスをね、しなくて済むと思います。 はい、次、ルートでございます。まあ5、5ルート3はいいですね。ここ、ルート18。こいつが3ルート2なんで、こいつがマイナス6ルート2になります。で、括弧の中に、マイナスルート6を分配するから、先一回書こうか。マイナスルート12と、こっちがプラス2ルート18になります。さあ、それぞれ直しましょう。ルート12は 4×3 なんで、マイナス2ルート3消しておきます。 こっち、18がか 9×2。3ルート2になるんで、3が出てくるから、プラス6ルート2ね。え、受験本場でやらかすミス。ちょっと緊張してね。なんか、浮き足立ってる時とかに、これを直すと5、5ルート2とかって不意に書き間違わないようにしてください。3が出てきた時2、2たす3みたいなね。結構やらかす。普段全然そんなミスしないのに、みたいな。こともあるんで気をつけましょう。で、全部配り終わったので、えー、っと、 えっと、六ルート二が消えますね。ここ消えますと。で、残ったのが五ルート三マイナス二ルート三なので、ちょっとこれ。これが、そのまま答えとなります。さあ、丁寧に展開していきましょう。まあ、これ公式でね。こっちルート三の二乗をすると3、三真ん中がマイナス二ルート三。こっちがプラス一。これ今ここですね。 これを、えー、公式通り展開しただけです。ここ。で、これは有利化が必要でございます。まあ、この辺はちょっとね、そろそろ暗算できると嬉しいなってところもあるんですが、一応書きましょう。えー、ルート3を分母と分子両方にこうやってかけると。そうすると、ルート 3× かけるルート3っていうのは3に直ります。それがこいつと約分できます。つまり、2ルート3に変わります。と。これ有利化ね。つまり、プラス、えー、2ルート3となるので、消えます。残ったのが、 4とこれで、OK、さあこの4番ですねでまあえっと分数の、まあ通分して計算しろよっていう話です分母が3と2と5なので通分すると30ですねでこれさ普通に書こうと思ったら当然30分のっていってここは10かけるから 50x−20y って書いても OK ですいいんですけど自分がよくやる方法として <laughs> 書くとさ時間かかるんだよねでやっっぱり時間ててすごいい大事で数学においてだから今回それで書かないでちょっと自分がよく実際に解いたやり方解いたやり方解いた書き方ねちょっと見せますね30分のにしておきますまあこんな短くないけどで何やるかっていうと今出てくる文字は x と y って分かってるのでちょっとメモでこう書くの xy 何するかっていうと係数だけ書いていくっていうつまり10かけるの分かってますよね30にしたいから。 ってことは、50x になるから、はい、50x。こっちはマイナス 20y だから、マイナス20。書いていきます。次、ここを、えー、30にすると、15をかけました。ただし、マイナスがいるので、マイナス15を分配しますよね。配る。つまり、マイナス15を配ると、マイナス 30x。マイナス15を配ると、プラス45になります。あ、係数だけピックアップして書いていく。 ここは6をかけます。でもマイナスがいるから、マイナス6を分配するから、マイナス 18x。こっちはマイナス12って。で、係数だけピックアップすればいいので、ちょっと短かったんで書き直します。30分の、えー、計算すると2か。つまり 2x です。こっち計算すると、えっ、ー、と、13か。つまりプラス 13y です。これ役分何もできないので、これが答えとなります。 いや別に強制しないよ。全然強制しないんだけど。まあまあまあ、こういうふうに書いてもいいんじゃないかなと、個人的には思っているので、まあよかったら採用してください。で、5番が食塩水ですね。まあ超有名問題でございます。えっ、ー、と、簡単にまとめると、A と B、2つあってですね、A が20%で 60g 確定してます。で、B が15%で、ここがわからない。混ぜた量がね。なら X にしておきましょう。Xg 混ぜましたと。 でで混ぜて18作りたいんですよねここから18%のものを作りたいで大事なのは18%できましたって混ぜてるから当然ここは60プラス x グラムとなります混ぜてるからねでこの食塩水の問題ってちょっと楽をしようと思ったらいろいろ違う方法もできるんですけど一応ね他にも応用が効くように一番オーソドックスな解き方で紹介していきますでやり方はシンプルまず A から処理します 20%で 60g っていうのが分かっていたら、パーセントっていうのは100分のをつけることによって一応計算式で使えるようになります。だから100分の20。それにグラムの 60g をかけてください。これが A。で、何表してるかっていうと、これは A に入ってる食塩の量を表してます。一応確認しておくとね、食塩の量です。で、それに次 B でいきます。15%で Xg だから、 さっきと同じでパーセントは百分のに乗せる15%かける x グラムとちょっと入らなくて申し訳ないで混ぜましたじゃあ混ぜた後のやつ下にねこと右辺に書いていくんですけど18%って言ってるんで100分の18ですでかけるこれを今のグラムをかければいいからカッコ60プラス x とこれこれで式完成ですあとはこれを丁寧に解けば オッケーで全体100切るんだよねあ全然100かけちゃってくださいそうすれば全部切れるから100邪魔なもんがで、えー、っと計算していきますまあまあこれでいいかまあいきましょう 20×60 で、えー、1200次が、えー、ここが 15x=18 を分配するとえー、っと1080かプラス 18x となりますまとめましょう3 x イコール 120つまり、X、イコール求めたかったですねは 40g でしたよとこれで終了となりますいいかなこれまあ,あとこのタイプね本当混ぜてってやつは人が使ってもすぐ溶けるんですけどまあ、一応今回これで紹介しておきましょうで6番です 色的には赤青のが見やすいとは思うんですが <laughs> まあいいか青赤青そうはねこっち行きましょうじゃあ M えー、っとごめんなさいカッコ M+3 とカマイナス2をかけたものが素数になりますとちなみに M と N は一桁の自然数ですつまり123456789まで自然数だからね一桁だからねを取りますとその時、えー、組み合わせ何パターンあるか考えなさいっていう問題なんですけどここでです素数ってどういう数っていうことを考えます え、素数っていうのは、例えば、えー、2とか、3とか、5、7って、こいつらが素数ですよね。まあ、あいろんな表現方法があるんですけど、自分は1と自分自身以外で割られたらアウトっていう表現をよくします。つまり、例えば、8とかっていうのは、まあ、1とさ、自分自身、つまり8ね。で割り切れるのは当然じゃん。それは全部の数字が持ってる。そのような、そのような性質はね。でも、8ってさ、2とか4でも割り切られちゃうんだよね。 その時点で素数の四角がなくなります。それが素数。でも、2とか3とか、まあ、5っていうのは、まあ当然1と自分自身の5では割れますけど、他で割り切れないんですよね。だから、こいつ素数だよみたいな風によく教えるんですが、それを考えていくと、今 m、m たす3と n-2 を考えてますと。これがね、まあ当然こう掛け算になってるんで、ある数かけるある数の話をしておると。 これが、例えば3、3×2 とかになった瞬間に、当然 3×2 って3でも2でも割り切れてしまうから、この2つの種類、1と自分自身、これが自分自身だとしても、こっちで割り切れたら自然でダメなんだよね、絶対に。ってことは、どう考えるかっていうと、片方が1じゃなきゃダメじゃんって考えるの。この丸と四角。どっちかが1じゃないとって。 で、そこでもう一個発展で考えていくと、1はこっち確定なんだよね。なぜかってこっち1になれないから。さっき言ったように、m と n っていうのは一桁の自然数です。自然数っていうのは負は取れません。負は取れない。それは整数だから。だから、負を取れない時点で最低でも1なんだよね、m は。1入れたら4でしょ ?1 になれない、こいつは。ってことは、こっちが1になればいい。だから、n が つまり3だよね。になればいいってことが分かります。じゃあ、1× ホニャララにすればいいんだから、さっき言った、ここが2になれば、2×1 で2になるし、ここが3になれば、3×1 で3になるって考えていけば、2、3、5、まあ、7とかさ、えー、次、11かでパターンが出てくるんですけど、M がなれる範囲が決まってるんだよね。M がなれるのって、2になれないんだわ。なぜなら。 m に -1 を入れないと慣れなないいとからで3は m に0を入れれば3になれるんだけど0って自然数じゃないのでこれもなれないんだわでも5はなれるよね m に2を入れれば7もなれる11もなれますで次11の次は13なんだけど素数って13なれないんだわ m に10入れなきゃいけないからつまりこの3パターンしかないので今回の答えとしては タンクととこれが答えとなりますで次ですでで次ねちょっとこれは赤でかぶると分かりにくいかな切っておきましょうまあよく出てきますねこの「難乗」ってこれは去年の問題を採用してるんで2019乗になってるんですがまあ今年はね2020乗が狙い目でしょう今年だったらねまあその次翌年だったら2021乗とかね。で1の位を 全部計算しろじゃないです。1の位を求めろと言ってます。で、これはもうパターンを考えていく。パターンを考える。どうやるかっていうと、例えば、3の1乗って3ですよね。3の2乗は、もちろんサザンが9。じゃあ3の3乗はって、3かけていくと27じゃないですか。でも今1の位だけ考えてるんで、まあ7って書いておきましょう。はい、3の4乗は、 1の位は7に3をかければいいからほにゃらら1になります本当は八81ってわかるけどすぐにね1の位だけ考えると1になるで3の5乗はってやると次243になるわけですけど243になるんだよまた戻ってくる3の5乗ここに。ってなった瞬間にあもうこれは3971がループしてるんだってことが決定されますこの瞬間に1の位しか考えてないからね ってことは、このループが決定する、じゃあ、2019乗。この数字って、1のグループ ?2 のグループ ?3 のグループ ?4 のグループどこなのって考えていけばいい。で、これを考えていくときは、一番右のグループを考えます。ここです。これが、まず4の倍数になっていくので、例えば3の8乗とかね、3の12乗ってなっていくので、ここだけ設定していく。で、2016に近づけていくと、4の倍数だから、 3の2016乗がここに入ります。3の2016乗。2016って4で割り切れるんでね。ってことが分かってしまえば、もちろん2020に行ってもいいんですけど、2016、2017、2018、2019ってなるから、2019乗に関してはここにいるよねっていうことが決定するので、1の位は、右に書いてもいいか。1の位は7と。 いうことがわかりますまあこれ本当に非常によく出てきますまあ違う数字になることもありますけど一の位だけ確認っていうのはこのループで絶対に調べられるようになってますので絶対ループになってからそうふうにやってくださいで最後ですね最後この因数分解なんやねんと思ったけどまあ因数分解しろって言ってこの状態カッコがついた状態で置き換えたりして解ける問題も当然あります ただこれってなった瞬間にあこれはもう力技だとまず一回きれいに整えた後に因数分解できる形だろうなと思って計算ミスをしないように丁寧に1個ずつやっていきましょうちょっと時間かかりますあと倍速で見てくださいここはねいきますよまず最初の展開が A+4AB+B 乗プラス,4プラス B の2乗次 2A を配ります分配です 2, a の2乗 -6ab ここえ2乗した後にマイナスを配るイメージなので4 a 乗になるんですけどマイナス配ってこうマイ、え、ナ、ー、ス 4ab なんですけどマイナス配るからプラス 4ab プラス b の2乗なんだけどマイナス配るからマイナス b の2乗ですでここですここまずここだけ a プラス ba マイナス b っていうのはこれ公式で a マイナス b2 乗ですとなるのでそれに2を配るから プラス 2a2 乗マイナス 2b2 乗とこうなりますさああとは1個ずつ a2 乗のグループ ab のグループ b の2乗のグループ3パターンしかないので1個ずついきましょうまず a2 乗係数だけ考えます13消していこう13でえー、っと3でマイナス1で1になるのがっていうことで a の2乗です次 ab グループ4 マイナス二二ってなことなのでプラス二 a b 最後一どこだえー、っとあ私どっか間違ってるよあれどこ間違ったえー、っとうん一え待って待ってなんだなんだ <laughs> ここまで来たのにもうあれ何なんか間違ってる 問題書きます、あーあああ怖え <laughs> おおやらかしてるさせんここ4だよここね !4B2 乗だわあーあああ怖ええっと、もう一回いきます !4! えー、っと、どこだっけテンパしちゃった。4、3、1だよね。 こうなります <laughs> こうなりますってでこれがねすごい綺麗な因数分解できる形公式通りなのでかっこ A プラス B の二乗になってこれで終了となります実際さっきのやつやってたらマイナス2 b 二乗が残るから因数分解できないんだよねあそうなると多分まあ本番でもしやってたとしてもあどっか間違ってんなと思って戻るきっとあーびっくりした <laughs> すみません最後ちょっとバシッと決められなくてかっこよく終わらなかったんですがまあこんな感じでやってみてください では、えー、初回だったんです、声が、<laughs> 初回だったんですが、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、ちょっと本数多くは終えるかわからないんですが、ま、難解刺しシリーズも撮っていきますので、よかったら受験勉強のお供に使ってみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。